はい、こんにちは、勝又です。さあ、ということでイメチェンしてしおりにしていきたいと思います。前回はね、真央ちゃんイメチェンスタートも、今回はしおり。まずは後ろ髪のスタイル、これですね。で、ちょっと王冠外しました。メガネを選んでね。メガネはいらない。アクセサリーを選んでね。すごいある。この公式ファンブックを見ながらやるとね、なんとなくやりやすい。顔のタイプを選んでね。違うな、これかな。これでいいんじゃない。多分これだと思う。スタートドレス変えよう。スタートドレスを選んでね。しおりっぽいスタートドレス。本屋さん、タワレコ。これが一番似合ってるんじゃないかな。これでいい？さあ、これでやっていきましょう。しおりでございます。使うのはスターリーライトグリーンメルディということで、こちらのスイングですね。キャンペーンレアスイング。パンパランパンポン。ミラーイン。遊びたい曲さ、それではレディレディレディ。あ、これにするとドレスが見れないからやめよう。これにしよう。あ、いける。弱い。非常に相手が弱くて助かりますね。これならいけます。メルリ軍団で。勝つのは私よ。見てみそう。オープニングバトル。さあ、レベルがちょっと上がってます。ちょっと初見だからね、またミスっちゃうかもしれない。メルリの服でお出かけしよう。まあなんとかここは乗り越えました。おしゃれはとっても楽しいの。当然よ。メリーマト絶好調。連続コンボ。結構すごく難しいだったら難しいかもしれない、今みたいな感じで。おお、これも似合ってるね、意外とね。さあ、最後。これでいい？ちょっと危ねえ。なかった。メルリの服でお出かけしよう。さあ、メルリの服でお出かけしようということで、おしおりだ。完全にしおりだ。すごい。リズム感がすごい難しい。105、結構少ないね。やるじゃない。すごく難しい。でも多分160とかかもしれないね。結果発表。さあ、ということで当然の結果ね。マジでしおり、ね、これいいですね、本当に。はい、ということで今日はしおりを作ってやってみました。ぜひね、このスターライトグリーンメルリをゲットして
そしてスペシャルチケットで読み込んで髪型もゲットしてね、やってみてください。プロフィールだよ。いいね。プラネットポイント。それではまた明日。